で、今回購入紹介するのは BTS のアンソロジーのピアノシートミュージックの3と4です。こっちが3で、こっちが4です。1と2も出てて買ったけど、その続き、アルバムのアンソロジーアルバムのやつが入ってる。で、ちょっと裏にする、このなんだ、3が2017なのか、うん、2020って書いてあって、4の方は2020か2022だから2年ずつなのかな、3年と2年か、5曲と4曲入ってる、ね、じゃあちょっと開けていきます。で、まずはこのピンクのやつかな、こんな感じです。ボーイウィズラブの、そうだね、こんな感じです。あんまりしてたね、こんな感じです。よし、こっちに歌詞が載ってます。これ DNA のやつです。です、あれ表紙がアルバムになってる。これさっきのこれ、マップオブザソウルペルソナ、こうしてた。で、次がこれです。フェイクラブのやつです。こんな感じです。写真と歌詞と、あと、あの楽譜が、楽譜です。セットになってます、セットというか置いてあります。で、次こちらです。はい、アイドル、こんな感じです。でも歌詞と楽譜、楽譜開くと4枚ちょっと、なんだっけ、ジャケットなのか乗ってます。次です、マップオブザソウルペルソナで、こんな感じ、歌詞で、で、これがあの3の楽譜、3の方の。で、このポストカードみたいなやつが、その内装でコンセプトの写真でついてます。かっこいい楽譜だけど、こういうなんかそういうのがついてて、で、まずこの楽譜にこうイラストみたいなのが書いてある、飾れるやつが、これも必ず1枚シリーズでついてます。こんなシルエットみたいな感じです。で、これがこのステッカーが、こういう今までもがシリーズみたいになってて、この台紙にこの CD 型のやつを貼れるみたいな、これも1個に1個ついてます。すかわいいコレクションみたいな。です、これが3の内容です。で、次がこの4、まあ、2020か22年までのやつです。じゃあ開けていきます。で、まずこれがバター、もうこの辺もすごい新しく感じる。バターの楽譜と、なんだっけ、歌詞と、なんかジャケットみたいな写真がついてます。で、次はダイナマイトです。ダイナマイトです。で、次がライフポーズ、同じ構成です。で、最後はユーティーパン、難しそうです。かっこいいです。で、これで楽譜が全部です。で、同じようにポストカード、かっこいい、こんな感じでついてます。コンサート会場みたいな、うん、グループとかの。で、さっき言ったステッカーシート、これここ、この灰色になってる部分で、これで全部揃うみたいな。ここの部分はそれぞれ、なんていうの、これの場合はこう印刷されてて、一つ一つ違うシートで貼るみたいな感じになってます。一枚に全部貼ってもいいような気がするけど、今までのやつ、これが4です。で、こっ
さっきの3と合わせてこんな感じです。あ、多分これでこのシリーズは終わりなのかな。じゃあ以上が楽譜になります。